みなさーい、藤井葵です。今日は久しぶりの葵の初めてシリーズということで、今回はたらー河原割りに挑戦してきました。いやもうさ、河原割りって言ったらもう何回もね、こうイメージっていうかテレビとかでは見たことあるけど、こうはぁってやってさ、ブリ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 って割れる、いやあの感じを見る限りちょっとなんか板チョコのような、こうパキパキパキっとこう割れるのかなみたいな憧れ、やってみたい憧れがあって、ちょっと調べたところついに見つけたんですよ。浅草にあるその名も河原割り河原なさんです。いやもうね、みんなに早く見てほしい。ちょっと早速見ていただきましょう。葵は果たして割れたのでしょうか。それではご覧ください。おっす、ということで今から枚数を決めていきたいと思います。どのくらい割れるんですかね。よくあるんですよ、どのくらい割れるか。割れるかトーク、あるあるですか。当店では割れるかなんていう話はどうでもよくない。なるほど、その方が割るか割らないかが肝だ。気持ちですね。通常説明しているところで言いますと、はい、女子で5枚、男子で10枚まではまあまあいけますよと一応話皆さんにさせてもらってます。ほうほうほう。でまあどれぐらいチャレンジしてるかっていう平均を取れますよというところで平均を計算したところ、はい、2017年4月うちのオープン当時から、はい、2020年末昨年末までのデータでじゃじゃん、はい、女子 5.5 枚、男子 10.7 枚が平均でした。まあでもあれですよ、気持ちですもんね。はい、あくまで平均、自信があればそれ以上、自信がなければそれ未満という形で全然問題なし。いやなんか5枚は正直いけるかなとやったことないのに思ってて、こうなんかせっかくだからこの軍歌結果ブレイクやってみようかなと思います。筋肉ゼロだから、筋肉じゃないです、気持ちです。そうだそうだ、気持ちだ気持ち。8枚目の瓦に願い事を書いた瓦を置いて、おお、なるほどなるほど、に全部割り切れたら願い事に通じる道が切り開かれます。ああ、なんか星に会いたいとこ、ああはい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 、願い事を書いたわけですよ、ね。まあ見事まあ、ガンガケ割れたんですよね。よかったよかった、じゃあ会えるといいっすねって言ってその日を繰り返した翌日、ツイッター経由で教えてもらったんですけど、はい、昨日帰り道に推しに会うことができました。そんなことやっぱ瓦割りってすごいんすねって言われて、すごい、願い事がね、やっぱりこう願ってなんぼだって、はい、まあ、そんなあんまりです。いや、まあ、そんな料金プランとしてですね、どうしようかな。ブレイク願掛け8枚チャレンジで今回は行きたいと思います。結構これ分厚いですよ、今来たんですけど、あ、ちょっと待って、あんまり映像が伝わらないが、いや結構なちょっと舐めてたな葵これ。はい、ということで書き終わりました。葵のブレイク祈願願掛けはこちら、じゃーん。まあこうですね、やっぱり葵の曲たくさん聴いてもらえますようにって書こうとしたんだけど入んないし、もうようにだとなんかちょっとね薄いちょっと願いみたいになっちゃうかなって思って、もらえますと断言書いてみました。今まで武道ぶつかると人を殴る系のスポーツ経験は、人を殴る系、あのあれゲーム、パンチングゲームみたいにやったことあります。あれ人じゃないか。ゲームやったことないのか。あ、すいません。はい、じゃあないです。人を投げたことないです。残念ながら。じゃあ拳の握り方から説明します。あ、はい。まずグー握ってもらって、エビは下側から握る。はい。で、この拳の側面ですね。小指の付け根。これ親指外でした。中。外。親指は外。外か。ちょっと違う。大丈夫そうですか。もう気持ちで内側に立った方がいいと思う。あ、そうそうそう、なるほど、うん、で気持ち的には拳の行く位置の2意識3割しゃがむ方に7割、こっちに3割しゃがみに7割、あ、そうそうそう、なるほどなるほど、
しゃー変わらありメイク願掛けチャレンジ気合い入れてお願いします。よっしゃ行きます。はっ、いけるいける。もう一回いけない。やばいぞこれ。1、2、5枚もいってない。意外と5枚。もう一回やりたい。ちょ完全にね、もっと下だったな重心。お兄さんめっちゃ笑ってる。いいですね、これ。いや、もう一回やったら完全にいけるわ。よし、いきます。しゃーしゃー、カロリーブレイク願掛けチャレンジ気合入れてお願いします。はい、いきます。いやー、ちょっと待って、さっきよりいけてない。あれ。おかしいな、おい、なんで。もうこれ残りだろ。天才、天才の。やばい。いきます。お願いします。よいしょ、絶対割るぞ。いきます。ですね。願い事。お姉さんのご好意で最後終わらせていただくことになります。これ絶対終わらないと。最後思いを込めていきます。振りこぶって、わー、無事に。この感覚か。でも2枚だけ。いや、下まで割れたときめちゃくちゃ気持ちいいですね。そうなんです。すごい。いや、これ最初から味わいたくない。それを一応サービスとして提供してるお店です。いや、全然違いますよ、下まで割れるときと。願い事、いや、ありがとうございます。すいません、何回も。じゃあ、姉さん、願い事が叶うことを記念できまして、はい、お手間拝借、よーおよーお、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ということで、葵の願掛け、ブレイク願掛け、無事に情けの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 情けで割れました。お兄さん、ありがとう。いや、的の位置、そして重心、あと力をかける向き、であとね、結構大ジャットが膝を地面に打ちつけないかの心配。いや、これね、8枚割れるようになったら、なんか何かが変わるかもしれない。ちょっとリベンジ絶対したいと思います。